すみません、この番組はソニーミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ということで、3月の主なニュースに宮田さんの復帰を加えさせていただいて、続いて日向坂46の4月のニュース発表へと参ります。部屋の電気消せずずっと明るいままで、天井を眺めてたシングルベッドで、耳に落ちる涙の雫よ、その暑さを